こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカのですね、オールドの広角レンズになりますね。こちらが人気の高いスーパーアンギロンですねの 21mm というですねレンズになってますね。はい、ご覧の通りスーパーアンギロンの 21mm F 値が4の、これは前期のバージョンですね。後期のバージョンもあって、そちらは F 値がですね、3.4 になってるんですね。でもってシリアルがちょっと見にくいですけど1674844ですので、これがですね1959年ですねのドイツ製スーパーアンギロンということになりますね。でもってこのスーパーアンギロンなんですけども、この当時のですねライカにはこれだけの広角を作る技術がなかったんですね。なんでシュナイダーというですね同じドイツのレンズの会社ですねから OEM で提供を受けていたということですね。なんで厳密にはシュナイダー製のレンズになりますね。はい、ご覧の通りですね、こう厚玉が非常に大きく出た特徴を持ってますね。でもって後玉がこれだけ突き出てますので、ですね、ライカの M 型のですね、まあ、M モードなんですけれども、ライカ M 型のデジタルカメラですね、には使用は一応 NG ということになってますね。まあ、使えないことはもちろんないんですけども、周辺原光が非常に激しくてですね、マゼンタ被りというですね、ちょっと赤っぽい被りがすごい発生してしまうというですね、欠点があるんですね。はい。一応ご留意いただけたらと思いますね。あとはですね、ライカの CL とライカの M5 ですね。あれですね、露出系の重厚素子がですね、こう、飛び出てくるタイプのボディにもお使いになれませんので、一応ご留意ください。はい。ということで、ライカの広角レンズですね。人気のスーパーアンギロンの 21mm になります。はい、大変人気の高いレンズですので、お早めにチェックしてください。では外観から見ていきます。ご覧の通りですね、このスーパーアンギロンですけども、こう脂肪加工がなくてですね、こうピカピカの仕上げなんですね。これが非常に美しいですね。目につくようなすれ当たり、へこみとかですね、は見当たらない非常に綺麗な状態キープしてますね。こうフロントから見ても、当たりへこみとかすれぶつけた跡はない感じですね。後玉付近ももちろん綺麗ですね。はい、もう落下してぶつけたりとかいうような跡は全くないですね。マウントも摩耗とか見えないですね。全体的に非常に綺麗な状態をキープしていると言っていいと思います。レンズも綺麗ですね。ご覧の通り前玉後玉ともに擦れ傷引っかき傷、コーティングの剥離とか摩耗とか見当たらないですね。はい、で中の方の玉が非常に小さくてですね、絞りもちっちゃいんですけども、曇りカビバルサム切れ、ジリホコリの混入も見えないですね。はい、ご覧の通りですね。でよく見られるですね、 内面のですね反射防止剤の剥離も見えない感じですね。はい、非常に綺麗な状態です。絞りの動きも軽快で滑らかですね。非常に小さい絞りですけどね。油のノリとか羽の痛みなどもない感じです。ピントのヘリコイドもやや重めですけどね、ちょっと重いんですけども、はい、しっかりと滑らかに動いてますね。はい、これ気になる方はですね、オプションから整備をご依頼いただいて、整備をご依頼いただけましたらですね、きちんと軽くすることができますね。まあグリスがですね劣化したりして重くなっているというよりは、重くセッティングしてあるという感じのこの感触ですね。滑らかに一定のトルクで動いているんですよね。動きムラで硬くなっているわけではないという感じです。無限ロックはしっかり効いてますね。はい、付属品がこちらのリアキャップですね。これ純正ですね。このリアキャップだけでも結構高かったりしますね。1万円以上しちゃうんですよね。でフロントキャップがちょっと付けられなかったので、今回ですねこのUV フィルターがついております。でもってこちらもですね結構レアなんですね。この純正フードですね。はい、フードはですね多少使用感がちょっとこういうちらほら見えますけれども、落下してですねぶつけたり歪んだりはしてないですね。こう挟み込み式で
はい、ご使用いただく感じになってます。はい。でもって、こちらはですね、色違いで、まあ、後年発売された21ミリのプラスチック製の、こちらの、注ぎ付けファインダーですね。はい。21ミリの、ブライトフレームを搭載した、ボディはありませんので、この、外付けファインダーですね。これが必須になりますので、ぜひお使いいただければと思います。はい。ということで、このままでもですね、撮影にご視聴いただいて全く問題ない状態のスーパーアングルの 21mm 電気タイプ M マウントですけれども、念のため末永くですね、お使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、ライカの人気オールド広角レンズ、スーパーアンギロンの 21mmF1.4 全機タイプになっております。前後キャップじゃなくてリアキャップですね。と、UV フィルター純正フードと純正外付けファインダーのセットでお届けいたします。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。